えー、メッセージが届いております。ラジオネーム、鉄分不足の事務員。坂下さん、米沢さん、こんばんは。こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。います8月半ばに初めてお二人を拝見し、なかなか劇場に行けませんが、このラジオや配信を楽しみに来ております。<ら>突然ですが、米沢さんにお願いがあります。 急に下ネタを言わないでください。エピソード1からエピソード22まで聞きましたが、あまりにも面白いので、職場のお姉さんにも聞いてもらおうと思い、最新回のエピソード74を休憩室で流しました。坂下さんの禁煙話の後、突然の米沢さんのオナニー禁止中発言。聞いた瞬間、<laughs> わー気まずく。 なりごめんなさい。と慌ててラジオを止めました。お姉さんは笑ってくれましたが、顔は熱くなりました。気まずかったです。でもこういうのがラジオの楽しいところですよね。ごめんなさい。うん、今の話を忘れてください。下ネタたくさん言ってください。住所書いたらステッカーもらえますか一応書いておきます。そして坂下さんにもお願いがあります。はい、サインをください。お<う>ということでございました。はい、はい。えー、オナニーは今も禁止中でございます。あ、<laughs> してる。はい。セックスはしてるぜ。余裕で。余裕で。裕で <laughs> 困って、聞いてるよ、お姉さんが。その OL の。 お姉さん、俺はセックスをしてるぜ。<laughs> <laughs> ということで、はい、今後もインクルージョンよろしくお願いいたします。いますはい、ということで、はい、今回なんですけれども、はい、坂下さん、はいまあ、収録日本撮りの2本目、はい、なんて聞いてました僕はあの逆大喜利って聞いてましたね、はい。今回やる企画はこちらです。サイコロトークの回第2弾 ありましたね22年9月にもう1年前ですねちょうどサイコロトークをしたことがありますけれども今回は今回もサイコロトークがございますで今回がですねちょっとまあ先週話したように今後のハンガーハンガーとか今後のインクルージョンのことについて4人で話したじゃない渡辺さん西出さんインクルージョンの2人4人でまあその後坂下が 帰った後、また三人でも話した。はい、それの時に、もうやっぱりこのラジオという力を使って、坂下に言いたいことを言おうと。あ、もう、もう、存分に使っちゃおうと。そう。で、<ー>逆にもちろん坂下からも言って。という、はい、バチバチ展開に今回はしたいなと思い。あ、このサイコロはい。サイコロトークをやっていきたいなと思いまして、うん、トークテーマが楽しかったこと。バチバチ。も <laughs> うん、えー、最近恋してる ば、ばちぼちに、うん。<laughs> そして怒ったこと。ああ、まあこれはね。バチバチ悩んでること。ああ、まあこれも、ね、この場を借りて言いたいこと。そしてまあ、ハテナ。あ、本当とね。はい。という部分がありますんで、まず、あ、今後もお楽しみにということで、早速、サイコロを振っていきたいんですけれども、はい、前回はこう、サイコロにこう、シールが入ってあって、<laughs> そうそうそう。あの、 それこそ悩んでることとか書いてあったんですけど今回は数字だけ書いてある応じて西津さんが用意してくれてるテーマを出してくれるという形になっておりますわかりましたじゃあ早速振っていきたいと思いますじゃあ私からよろしいでしょうかあもうお前からくはい私からじゃあまあでもこれはもう番号ですからあそうかはい関係ないですからじゃあ早速振っていきたいと思いますゴーコロ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 1番あ一1番はい一番が出ました1番の名前え1番の はいトークテーマは、最近恋してるはい、これはね、聞きたかった、君にも。あ、ああなたが話す、あ二人でね。もちろん、ああそらそう、そらそう、だからこれ出たトークテーマに対して僕だけが話すとか、作った側だけが話すとかじゃなくて、だから前回がね、なんか、そのあなるほど、全員で話を。全員で話を。だから最近、まあ怒ってることとか、この場を借りて言いたいことも、お互い言うと。だからばチばチなんだあ、なるほど。最近恋してるかと。 これはね俺聞きたかった俺から言おうか俺はしてるああバチバチにしてるんやややこしいけどそのね付き合った人はいいな彼女はもちろんいないもちろんって言い方寂しいけどいないまあもちろんもちろんって言うなよちっちゃい声でいないけどやっぱこの子いいなっていう子は正直いるはいえ二人いやお前さ絞らないや これからやんいや、これからやけど、その絞っていく作業っていうのは、どう絞るん、それ、でも。いや、だからまあ、お昼ご飯を、やっぱりお酒飲んじゃうと、エッチになっちゃうから、どうせ、その気持ちがね、その、下にいっちゃうから、その、お昼ご飯を、お二人と行きまして、っていう展開とかをやってみたいなとは思ってます。ああ、なるほど。まあ、もちろん、その、向こうから選んでいただくという選択肢をもちろん持った上でよ、私が一方的に選ぶだけではございませんから、でも、私がいいなと思ってる人は、正直、二人、今 あ、二人いる。はい。それは言えない、やっぱ言えるかい、お前。なん怖いこと言うな、こいつ。言えるかい、お前。言えないですか、年齢。あ、年齢あ年齢のこと年齢は21歳と25歳。ああ、うわなるほど。年下と年上。お互いそれぞれの良さがありますから。確かに全然違うな。ああ、なるほどね。次のテーマいきます。早いです。早いです。だって僕ね。いや、僕は、あの、恋してるっていうか、したい。 汚い,会話だいやいやなんかね。い,いや違うマジであの何やろうな俺は前の彼女と別れて俺、うん、え M ちゃんやろ ?M ちゃん。もう何年経つのいやこれ2年ぐらい経つのよ、うん。いや3年か23年ぐらい経ってるけど、うん、まあ正直俺はねあの今はいらないかなと思ってる感じだね。まあわかる。わかるやん。ん,んかね邪魔に対して俺の性格上なんかそっちに。 行ってしまそうというかななんかね邪魔になってしまうから向こうにも迷惑かけるしいらないと思うんやけども、うん、なんかね途中その一瞬一瞬で思う時あるの、ね、わ欲しいみたいなはい、はい、でそん時にめっちゃ思うなんかさ、うん、滑った時とかめっちゃ思うやんははそうねその最大の見方ではあるわけや、うん、その彼女彼女というものがそうね いてしいああなるほどねいようやったなみたいな滑った時こそねバカ酒飲んでバカ抱くみたいなことしたいもんね <laughs> 言い方はまずいけど、うん、なんかこの同意の上でやらないといけないじゃない<ー>もちろん、うん、っていう上でね彼女とか欲しいかなっていう僕はああなるほどね、はい、で俺でも聞きたいわお前になんかその俺分からんくなってるのかもしれんわなんかねそのでもめっちゃキモいけどいやもう好きってなんだっていうあ<ー>なんかもう <laughs> 今なんかね 一緒というかみんな、もう女性が全員。全員にもう、なんか一緒。その、なんかもう、あの。差がないってことだろそう、差がない。なんか、一緒の顔。いや、そう、おばあちゃんとかが一緒の性格に見えるみたいな。なんか一緒なのよ。で、なんか、一歩目もなんかわからんくなってきたなんか踏み出す。前なんかできてたような気もするけど、なんか、どうやってたっけなみたいな。はいはい。やっぱ、恋愛アドバイザー。はい。米沢マスターが。はい。お答えしましょうか。あのね、 恋愛してない人とつるみすぎ。ああ、なるほどね。はい。やっぱそこは良くないと思う。あ、恋愛してる人の隣にずっとおらない気、ね、いや、まあ、というか、やっぱ人間、男性のホルモン的に、負けず嫌いは男ってみんなあるもんやんか、もちろん。<ー>だからやっぱ、恋愛してる人を見たら、ちょっと悔しさとか、モテたいという部分で、おのずと、そのね、外見から変わってくる。ああ、なるほどね。だんだん見なりから。 いやでも俺分かったわその負けず嫌い論で言うと、うん、俺そのね昔からとか今もかもしれんけどこのねまだ負けず嫌いはあるんやけど、うん、あの譲ったりするのよ俺なんか例えば仲いいやつがいてめちゃくちゃで同じ人を好きになったら、うん、譲ってしまう、うんだだってまだ誰のものでもないからねほんとその性格がで僕小学校の時運動会、うん、あるじゃんリレーの時とか、うん、バーってあと追いかけ てててきたんよ。抜かれそうになった時譲ったから何してんのちょっとちょっと待って何してんの何何話してんのいやそんぐらいそれで今ちょっとリレーの話リレーだ。いやその女の子が追っかけてるやつやったリレーでねリレーの話抜かれそうになったから譲ったんや何やってんのお前だぐらいそう譲っちゃうなって俺それでマジ親父に怒られたこともあるしいやそそこは行けよみたいなぐらい でもそれはかぶった時の話やろ、それまでにまず至ってないわけやんか、今、だから、武蔵とか中村とか、なんかそういう、なんていう、恋愛が好きな人ではないわけ、みんな、そいつらとつるみすぎ、だから刺激がなくて、刺激がわからんくなってるのよとか、なんかこの、一緒に女の子とご飯二人で行くとか。 そううい行行動っってめちゃ大大事事ななご飯にくことは女性という刺激を求めるためにはだからやっぱりやっぱ行った方が行った方がいいそういうのどん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 だから言ってるのは澤と相席は行けってそうなんだよなそうなんだよな澤とねそういう話もちょっと今後やっていけたらなと思いますまあ最近恋はしてないとだからまあアンサーとしてはしたい僕はしたいっていうことやな私はしてます米沢でしてるやつと俺漫才してるけどね いやいや俺はその恋をしてる感じをお前には見せないだろう <laughs> ああまあそ,うそらそらそうよまあネタ落ちプンプンに寄ってくるけどねウソ <laughs> なん何い,い意味変わってくるなってくるって <laughs> やめてや、うん、なあでは、うん、あと俺がもう一個言いたいのは女性もそのなんか言ってくるんやけど「デ<れ>ー」がないっていう言い訳をしてくる人もいるわけよ、うん、俺それもやめてほしいのよ 行動してないだけその人がじゃあナンパされに行ってみろとか相席はそれこそ無料なんだから女の子は行ってみろっていうその行動されに行って上で出会いがないとか言うならまだしもいい人がいなかったとか言うならまだしも出会いがないっていうのは言い訳ですからそこまでねしっかりしてください俺は行動してないだけ行動してください皆さんということで最近恋してるは以上以上すおおキングオブレディオインクルージョンのアンガーハンガー まだインクルーゾンが仲良く話してますねそうだわまだじゃあ回しましょういきますはい五番です5番はこちら悩んでいること悩んでいることこれは私が今から悩んでいることをはっきりと言いますで俺は違うそれ以外のやつの話しましょうこれを広げる話ではないやつを1個だけ言いますえ東京進出 これはもう完全に悩んでます、これはまあちょっと、やっぱインクルージョンを応援してくれてる人たちにも、やっぱりこの、急に行かれてももちろん困るから、やっぱりちょっと頭の片隅に置いといてほしいなというところで悩んでますね。はいはい、ありますか、悩んでること悩んでることね、これも結構、家族ぐるみなんやけど、えー、お父親のね、この体力がやっぱ減ってきたというか。 うん、仕方ないですよ、年齢やいや、すごいね、サッカーの監督とかコーチ、いや、そう、コーチもやってるんですよ、中学とかのでもめっちゃスポーツマンで、もう仕事好きのバリバリ、うん、もう動くんで見たことあるやん、あるやん,んその、めちゃくちゃ結構、体育会系というか、うん、真逆探したと、うん、もう全然真逆なんですよ、どっちかと僕よりですよ。うん でもやんちゃな方なんやけどやっぱねなんかすごい落ちてるわ体力が、うん、この前あの軽い夏バテというかうん、うん、なんかこの結構な熱中症じゃないけど、うん、なんかそんな感じになったのよでも普段そんなことないんやけどこう寝てる時もこうなかなか寝付けないっつって、うん、もうなんかい,ていてっていってってもうあえもうあえぐ <laughs> <laughs> そのなにうなるうなえような、うん OL 聞いてるかな <laughs> めっちゃ行いててもううずいてんのよずっとそれで全然寝れないみたいなでその時もう家で俺一人やったからなんかもう心配になるわけよかる大丈夫かなみたいなでもちょっとはちょっと湿布ないみたいなでまあ分かったって探すんやけどでも俺しかおらんからシップ探すんやけどないんよ湿布が全然でまあ一つだけあってなんか袋にでっかい袋に奥の方にあってでこれパッて見たら結構ね ななシップのみみたたいいあるやん。効力これがねあの2017年やったはいいや5年前とかないや高校生俺がそうだからそれを使ってないのよねでもこれしかないのよでも親じゃもう何うわってうずうずいてるうなだれてるからこれなんもうで買いに行くのもちょっと心配で一人になるからもうこれでなんとかするしかないとその場所の人で湿布もねなんかあるやんかその何 山脇からじゃないけどでもこれに頼るしかねえと思ってその湿布をもうその2017年やとか言わずにああったあったとか言ってバーっていっぱい貼ったやんだ貼った瞬間 <laughs> 抜群やん <laughs> めちゃくちゃゃく効いて効果抜群なんかいそう でもめちゃくちゃぐっすり寝て、うん、でも起きてなんか「いやーあの尻尾がめっちゃ効いたわ」ってやってだからこれ違う悩みに変わったよねなんか大丈夫か逆に、ね、<laughs> 逆に <laughs> そう俺の親やどうなんやろうっていうだからその体力の落ち度といやまあやっぱさ息子なんか特にそうよなお父さんなんていつまでも若くて元気なイメージがあって<う>ヒーローのイメージやん、うん、パパなんてっていうところで、うん、なんか俺も 花畑き最寄りの花畑駅お父さんが迎えに来てくれた時に不意に「お父さんも早くもうお父さんも長くないやから早く売れてくれ!」って言われた時に「お前お前やっぱ言うそれ言われる言われる俺も言われるわ同じこと言われるいやんかその「売れてくれ!」っていいや「売れるって待っとけば絶対売れるから俺ら売れるに決まってるおもろいんやから」とかで返すや「長くないや長くないんか」ってなっちゃってなんか 何歳お父さんええー、52だ今年で53だわあじゃあまだ元気やわいやでもやっぱ体力のなさは米沢パパだって米沢にだって37歳の兄貴姉貴がいるから、うん、ああそうかもうだ、ね、60んとか、ね、ああ<ー>で今もずっと仕事してるからもうなんかもうそう仕事してる俺、うん、かそう怖いよなんかそうなんかね家行ってもその老眼鏡の数とかめっちゃ多いん、ね、や <laughs> もうそこら中に置いてあるよ、老眼鏡が。みたいな。で、これ、これね老眼鏡があるから怖いとかじゃなくて、いっぱいあるのが怖いよ。だからこれ、ないと思って買って、たあ<ー>、<分>なるほどね。だからそういうのを見ると、うわ俺、それで言うと、あの、ワンピースの、この、読んで、裏返しにして、うん、ちょっと山みたいな感じで、ここで読み終わりました、みたいな。うん、その漫画好きから言うと、その、本が曲がるからやめてうん、うん、っていう。 裏向きにして、そのカモメみたいになってるじゃないですか。ああるはあるはあるはあ,るはあれを裏向きにして置いてるのが4冊ぐらいあったんよ。うんえー、その全部途中途中で。あ、だから最後まで読み終わってない。読み終わってないやつが4冊ぐらいあったのよ。えー、やばいな。やばいや。それもだから飽きってるといういや、わからん。いや、集中力もない。ない、なんか。でもそんな中、うん、でもそんなに。 なんか、ほっとする場面とかもあるのよ。<ー>なんか、あ、なんかまだこういう部分残ってるんや、みたいな。うん、それはあの、なんかこう、アマプラ、うん、うち家入っとるんやけど。うん、まあ俺は、でもアマプラそんな見らんのよ。あの、YouTube とかあるから。で、アマプラとかバーってたまに映画とか見ようかなってバーって見たときに、なんか、そのアマプラもさ、最近見たあなたにおすすめみたいな。はいとかあるやん。なんかそこになんか、めっちゃエロいのばっかりある <laughs> それ見たとき、それ見たときに、いや、いや<れ>俺は、 見てないし、もちろん。で、弟も今家住んでる。弟も見るわけないから。で、親父がしょ、とか見てるん見てる。だからそういう性欲とかはあるんや。そりゃそうよ。だからそれはちょっと。何やこの。いや、じゃ悩んでることで話せや。いや、でもそれも悩みやんか。なんか、怖い。父のチンチンいいって。いや、だからでも、それ怖いの、たまに、そう、みんなで飯食ってるとか、時とかにんまブラとか、パッてつけるんやけど、その、出るやり、効力とか、やっぱ気まずいのか、親父。 すすっていくそこも気まずいやなんか悩みあるやんなんか家族の悩みは俺ちょっと今感動しながら喋ってるわ24になったんやなっていやそうかなんか前こんな話絶対せんやったもんな,なかったねいや<ー>でもそれでも1年やからねまあ確かにな<だ>どうも米沢です坂下です、えー、皆様聞いてくれてますか金、うん、曜日インクルージョンのハンガーハンガーどうですか坂下 ぜひみんなで聴いてくださいお願いしますさあじゃあ続いて振りますから、うん、2番2番でいきましょう,2番, 2, 番しょう2番のトークテーマはこちらですああ<ー>この場を借りて言いたいことはいはいはいまさにということでじゃあここで音をお願いします <noise> オッケーオッケーい,い, <laughs> いや西津さん知ってたんすから知らない正直、うん 俺は、坂下の文句はも無限にあるわけよ。うん、で、坂下も俺の文化無限にあるわけや。うん、それを、坂下は、俺の文句を言うんじゃなくて、うん、こうしてほしいっていうところを俺はずっと言ってほしいのよ。坂下のためになるなら直してほしいっていう部分は俺は絶対に直すし。うん、とかいうところを踏まえて、めっちゃ熱いトークをしようとしたんやけど、うん、なんかね、もうちょっと違いますよね。ん違う。 いや、親父の話とかで共感してないかもしれん、もう。いやいや、企画倒れや、なんか、バチバチやろ、これ。いや、なんかね、ここ半年ぐらいで、一番目合っとるやん、今、俺ら。そうそう、なんか、にこやかが続いてしまって、まあ、それも、じゃあ、でも、この場を借りていいって、てか、それについて言うと、あの、俺、めちゃくその優柔不断というか、だから、あの、米沢のよくないとこってもちろんあるわけよ。で、俺はそれを、 俺面白いいと捉えてるる自分もいるなはい、はい、でこれで俺が「これ良くないよこうした方がいいよ」って言ってしまうと直すやろって直したらその面白いこと,ところが1個消える可能性っていうのがあるからここはめっちゃ吟味してるねっ吟味してだからこれはでもさすがに良くないことは言うけどまだ俺の中でまだとして芸人として面白いだろうと思うのはやっぱブレーキかけたりとかいう吟味をして言わなかったりとかは,い、はい、はある正直。 けど俺の一言によっっててそれが消ええたりはよくねえなっていうやっぱそれもやっぱ平場とかで出るのはやっぱそのこっちではよくないことが平場とかで面白いと思われてたりあじゃあやっぱ良かったなっていうのもあるし、うん、逆もしっかり俺が止めてしまったことでうわはいやっぱりワンあの時は良かったのなもあるし全然言ってよかったのもあるしだからこの吟味が、まあ、それが俺が遅いのかもしれんやっぱりその迷いすぎっていうのもあるけどでも一旦言ったらやっぱずっと考えるやんやっぱり米沢もうやっぱ。 坂下は、俺の文句を言うんじゃなくて、こうしてほしいっていうところを俺はずっと言ってほしいのよ。平場で俺に振ってほしいとか、うん、そういうのは俺は全然言ってほしい。だ俺それで言うと、あのネタ合わせの時に、マジ何しとってもいいって言うやん。うん、坂下の中で、やっぱりこう、<ー>自分の中でこういう、なんていう、その考えてる時間とか面白いものを不意に思いついたするから、うん、その間は沈黙の時間は何しとってもいいよって言うやん。うん、まあそれはネタ合わせはそのやり方でいいとして、うん、ネタ合わせのやり方 皆既衣装さんとかは、帰いなさい、思いっきり突っ込むやん、満勤で舞台のまんま、俺は、舞台上の声量とか、舞台の突っ込みの雰囲気は1や0 0やそうかな、まあまあ声量とか、本気度とか、それはどっちがいいとと、俺はこれ聞きたかったんや、全然、その今のまんまでもいいし、してほしいときは言うし、ここはもう全力で一回やってみてっていう、それ言わないってことは、 俺の中では全然ままだ大丈夫な感じいい、うん、あ解決し,ました一個なんかこういう話をしたかったんですよああなるほど、はい、で RKB のこの「ハンガーハンガーが」が、うんえー、坂下がいろいろこうやることを考えてたじゃないまあコーナーみたいなそっから企画をでそっから私が半年前ぐらいにそうねシフ,、まあ、シフトじゃなくて、ね、企画を考えるようになって、うん、私は誰でしょうとかいろいろやってるんやけど、うんうん でえー、この間の話でこの半年間考えてきましたかという話が出た時にその前に西津さんがちょろっとなんかこのラジオショッピングみたいな話をした,した瞬間に、うん、その坂下があでもそれで言うと思ったんですけどラジオショッピングを架空のものでやってみたいなと思いますっていう発言をしたで、うんうん、そこに、えー、米沢、西津渡辺三大将はちょっとカチンと来まして。うんあ この、その場しのぎの提案をしてるじゃないと。ね、考えてないなら考えてないなりの理由。うんうん、で、考えたなら、いや、考えたんですけど、いや、最近米沢が提出してるんで、なかなか言えなかったんですよ。でも僕は本当はこれがやりたいんです。っていう二択。うん、まあ、考えてないは例外として、まあ、一択やな。っていうのが欲しかったと。うん、<laughs> <ー>その、お二人サイド、スタッフさんがそれが欲しかったと。<ー>いうことに対してはどうですかあのボケなしでいいこれ。 それはえっとねその思いついたから言ったけどそれはもちろんその言われてああこれいいなって思ったやつを言ったでもちろんあの他にもあるのよその考えてたやつこれちょっとやってみたいなっていうのそれを思いついたやつは言った方がいいやんって言って言った時に俺もその空気感じたやんパってそれであなんかでそれが何そのその場しのぎだからでカチンときたとかは分からんやったんやそれは何かになんか 違和感感じただからこれはだから俺は普通にあ企画が面白くないんやって俺を指して捉えたん架空のラジオショッピングという企画が思面白くないんや不穏の空気で前あるやつを出せなかったねあこれじゃあもう多分ダメだなとこれ出してもこれも面白くないと思われるんじゃないかと,、うん、な,となるほどなるほどちなみにありますしねこれちょっとどうだって、まあ、形にするのが難しくて、まあ、言えなかったのはあれであの いやまあ、それは別にその今後やるかもしれないんでここでは言わなくていいですけどもあ,まあ,あるということね。これれも俺が、ね、悪いんやけど、ね、その押されてというか、うんとえーまあ、そこはでもいいとしてなるほどなと納得した部分で、うん、僕がもう一個カチンときてたのは、うん、やっぱこの西津さんが罰ゲームをしなかった件について、うん、おいぶん殴りたかったぞみたいな、うん、本当に怒ってたんだからな私って言ってた時に、うん、あなたは靴ひも結んでました。 もうそれはごめんなさいだなそこがいやその本当に煮えたぎってる腹渡煮えたぎってるところを柔らかく怒ってくれてるので靴ひもを結ぶかといやこれは確かによくなかったねそこに僕はカチンとしてたけどやっぱり空気は悪くなるからこれはちょっとこの場を借りして言いたいなと思うんでございましたああでも確かにそれはねよくないよくない 靴ひも見てた私。口付 <laughs> けと。いやいや普通に靴ひも結ぶ結び方を見てた。じなんでなそれ <laughs> 何結び方を見てた。僕見せてた。何や嘘つけ。つけつけ <laughs> ていうかそうそうあれだというのはねやっぱね多分俺らめっちゃ多いと思うね。うん。その無意識なやつ。はいはい。でお前もねやっぱめっちゃあるわ。そう <laughs> それこそ生そう朝のラジオのやつとかはめちゃくちゃもう爪見てる。 そこがめっちゃ気になるかもしれんわんかそれまあ確かに言われたもんなだから無意識の部分がなんか<や>俺らよくないんやろうねや、まあ、失礼なんかなでも <laughs> やっぱそこが分からないんすよねですなんかやっぱ礼儀が難しすぎるやないしそうだからいや違うよ多分俺らはあれなんやもう素が悪いんよ多分 <laughs> もうそもそも、ね、おしまい もう素が悪いと思う二人ともいや分からんけどんそのどう見えてでまあでも見え方の問題やけん、うん、ここでこのラジオでも結構言ってる通りやっぱ普段がやっぱ、うん、そのあんまりお前の印象が良、うん、くないところからスタートしてるからっていうのはあるんじゃない、ね、やっぱその人よりももっと大げさにす,、うん、するべきみたいなのはあるのかもしれない、うんいもしかしたらまあちょっとこの場を借りていろいろ言いたいことを言わせてもらいましたけどもう交互期待という キングオブビディオンインクルージョンのアンアンハンガーハンガー六番清水さん六、えー、番のテーマは炭酸水早飲み対決 <laughs> ラジオ変わってないですよすみませんね急に別 Q <laughs> <laughs> これはがなりました、えー、今回はまあちょっとこうねやっぱ空気がどうなるかわからないと。 今回は出なかったですけど怒ったこととか話したらもう本当にどうなるか分からなかったから、うん、一歩こういうちょっとゲーム企画みたいなのをやろうかなと思いまして、ねうん、<laughs> これで負けた方は最後のゴールあるじゃないですか、うん、をおもしろ声で叫ぶあ<ー>いいですかわりましたこの「炭酸早飲み」で負けた方はおもしろ声でゴールと叫ぶはい で、えー、今持ってるものがカンカンの 250ml の炭酸じゃあこれをせーので一、うん、回開けますかじゃん開けるかはい一、うん、回開けましょうせーのうわ、はい、いい音やこれを飲み終わったら、はい、机の上に置いて飲み終わりましたって言ってください、はい、そしてそれが遅かった方が罰ゲームとして最後のゴールを面白し声で言ってください、うん、いきますうわ怖っ 俺ちょっと俺あ炭酸苦手なよなそうやったらこれ不利なのよ <laughs> でもお前めっちゃ好きやしねやめっちゃ好きって子供みたいやな <laughs> それでは行きますよよいスタートあってい <laughs> すいません <laughs> あいって 飲み終わりましたうううごめんなさい。<laughs> もう全然あります。<laughs> もうね、違う、これ俺、あれだわ。おいしくね。おいしくねえって言えない <laughs> あんま炭酸素、おいしい、お <laughs> いう美味しくないとかないやろ。いや、これ、味ないんやね、やっぱ炭酸素。美や、おいしくねえ 初めて聞いたわ。炭酸水飲んので、美味しくねえって感想。おもろいですね。さあ、ということで、じゃあ、さあそれでは、じゃあ私、米沢占いをしますんで、ゴールと面白い声で言ってください。はい、えー、9月23日、カニザの運勢は、パントマイムが上達します。ゴール。<laughs> <laughs> 裏には、裏がある。 表ばかり見ていると羨ましいし、恨めしいなら見てみよう、裏側を、聞いてください、裏話、努力はきっと裏切らない、裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して、藤原玉城、日曜の「裏」。 RKB ラジオで毎週日曜朝10時から放送。ポッドキャストでも同時配信しています。